でもベコーラもさ、なんだっけ、その髪をさケアするベコじゃん。だから美容院の人とね話したの。だから美容院の人かな、話しかけてくれたんだけど、なんか最近いろいろほらなこのご時世であれですよねみたいな言われて、あーそうですねみたいな、外とか出られますかって言われたから、いやあんまり出ないですって言ったのね、ペコラは。あそうなんですかって言われて、はいみたいな、あんまり外苦手というか、まあ、家でまあ在宅なんでつって、あの仕事もまあ家でやってるのでみたいな感じで言ったの。そう、そうなの。じゃあなんかあのお休みの日とかは何なされてるんですかって言われたから、ああまあ YouTube だったりとか、あの Netflix とかそういう映画とか見てみたいな言ってたら、えそうなんですかって言われて、なんかすっげえ食いついてきたと思って、私もあの家で過ごすのがすごい好きなんですって言ってて、あそうペコなんですね、なんか YouTube とか見るんですかって言ったら、あ見ますって言って、最近うんフワちゃん知ってますかって言われて、あーフワちゃんかと思って、ペコーラすごいフワちゃん好きだから、おハッピーオンの人ですねとか言えなくて、あフワちゃんなんか聞いたことありますって言ったの、なんかちょっと知ってますよくらいに、なんかわすごい知ってますって言うとそれあれかなと思ったから、あなんかあのテレビとかでも出ていらっしゃいますよねみたいな感じで言ったの。そう、そしたらあのなんか最初私そのフワちゃんのことをただうるさい人だと思ってたんですって言ってきて、あ、危ねえ好きですとか言わなくてよかったわとか思ってたんだけど、あのサッシー知ってますかって言われて、指原莉乃さん、あの AKB とかのなんか指原莉乃さんの動画でコラボをしてて、すごいハッピーな人なんだなって知ってから、なんかフワちゃんの動画も見るようになりましたみたいな言ってて、へーみたいな、やっぱコラボとかって大事ベコなんだなって思った。だってその人はさ、その多分サッシーの動画は見てるけど、そのフワちゃん単体のは見てなかったってことで、コラボでそのフワちゃんのことをちゃんと知れて、あ見てみようかなっていう風にしたんだなと思ったらさ、やっぱコラボとかって大事なんだなと思いながら、へーって言ってもう終わった。すぐ携帯の漫画読んだ。今日なんか漫画更新来てるかなって言って、ペコラあんまりさ美容院の人とか、あとなんか洋服の店員さんと話すの苦手ペコだからさ、スッと携帯を取ってなんか漫画読んでた。いやそうだよ、なんかあんまりなんかさ気使われんのも嫌ペコだしさ、気使われんのもなんかあんまり話したくねえペコだから。ペコラマジ無口なんだよね本当は。配信だとそうは思えないかもしれないけど、聞き戦なわけ、聞き戦。マジでペコーラなんかさ、人とかといるとマジで黙るの。なんかもう聞いてるのがもう好きみたいな感じで、喋るよりも自分が喋りたいっていうよりも聞いてたいみたいな。そう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 。